シバーフ乗るのがそんなに楽しいの？わかってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだな。見てみろ。何？あ！町が沈んでる！千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて、川の底に沈んでしまったそうよ。まあ、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや、違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ？スタジアムとか、そうだよな。ジーンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可、ってね。どんな機械がダメなんだ？二編セッションで見ただろ？ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ？突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残った。な、シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なあ、きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ？そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわっ、なんか変だぞ。座っていろ。はい。アルベドだ。
怪我はない？大丈夫。まったく、アルベドのやつらめ。大丈夫かな。すいませんでした。もう大丈夫です。言うな。あ、はい。スパーク出発進行。ち、アルベドめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。二編セッション失敗の腹いせか。どうかしら。キマリの知り合いが言ってたでしょ。最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルベド族の仕業か。くそ、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろう。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけど。そうだね。シュパーフの上で油断していた。もう二度と油断しない。まだアルベドがいるかもしんねえ。気ぃつけようぜ。しばらく動けそうにないわね。